そこの銀行なんですけど、なんで昼間から防犯シャッターを下ろしてるんでしょうか。あ、何なの？リアル？アンチスキルへの連絡と怪我人の有無の確認、急いでくださいな。あ、はい。クロコ、いけませんわお姉様。あ、学園都市の治安維持は私たちジャッジメントのお仕事。今度こそお行儀よくしていてくださいな。はい、そうです。第7学期ふれあい広場前の銀行で強盗事件発生、アンチスキルの出動を要請します。ほら、グズグズすんな、さっさとしねえと。お待ちなさい。お、ジャッジメントですの。器物破損および強盗の現行犯で拘束します。おう、うん、なんだよこのガキ。ジャッジメントも人手不足か。ほらお嬢ちゃん、とっととどっか行かねえと怪我しちゃうぜ。そういう三下のセリフは、うん、死亡フラグですわよ。なあ、てめえ。すごい、さすがクロコ。ダメですって、今広場から出たら。でもどうしたの。それが、男の子が一人足りないんです。え、少し前にバスに忘れ物したって言ったっきり。じゃあ私とウィハルさんで。私も行きます。わかった、手分けして探しましょう。今さら後悔しても遅えぞ。パイロキネシスト、てめえには消し積みになって。おい、逃がすかよ。誰が消えた。逃げますの。テレポーター。これ以上抵抗するなら次はこれを体内に直接テレポートさせますわよ。そっちは？ダメです。どこ行ったのよ、もう。なんだお前、ソルイ、一緒に来い。何お兄ちゃん、誰？いいから来いって、早く。私だって。やっぱり広場の方をもう一度探。なんだてめえ、離せよ。え、ダメ！サテーさん！クロコ！え？こっからは私の個人的な喧嘩だから、悪いけど手出させてもらうわよ。ああ、思い出した。ジャッジメントには捕まったが、最後身も心も踏みにじって再起不能にする最悪のテレポーターがいて。誰のことですのそれ。しくしょう、このまま引き下がれっけよ。さらにはそのテレポーターの身も心も虜にする最強のエレクトロマスターが。こうなりゃてめえらまとめて。そう、あの方こそが学園都市230万人の頂点、7人のレベル5の第3位、なあ、ベールガン美坂美琴お姉様、常盤台中学が誇る最強無敵の電撃姫ですの。Uh-huh.